ということは飛んだコースがいい、詰まっていてもヒットになるということは、はい、これたまたまではなくてちゃんと理屈があるんですね。あのしっかりとした打ち方してるからこそヒットになるんですよね、はいはい。立ち上がり、唐島にとっては不運なヒットが2本続きました。ワンアウトランナー二塁一塁でフルカウント、4番に戻ってきましたデスパイネ。ホームランは11本、打点は31です。ランナースタート、打っていく、レフト前に落ちた、三塁回ってきました。先制点はロッテ。角中スタートを切りました、はい。まあ、3ボール2ストライクだったので、はい、まあ、空振りが多い選手なのでちょっと怖いんですけども、思い切って動かしました、ね。そうですね、はい。ボールはどうでしょうか、少し動いてるんですかね。多分チェンジアップだと思うんですけども、島星はもうちょっと低く投げてほしかったと思うんですよね。ただあのフォアボールもありますから、どうしてもこう、はい、ゾーンに投げてしまった分届いてしまいましたね、今ね。これでロッテは3連打。